はい、今回は MF ゴーストのお話をしていこうかなと思います。いよいよね、10月1日からアニメの方がスタートするんですけれども、 PV も第4弾も出ているので、おそらく放送直前1週間前くらいにこう本予告が公開されるのが、近年のアニメの定石パターンかなと思います。そんな中ですね、公式サイトを見ていくと、いろいろこう違和感というか不自然な部分があるんですよね。おそらく原作を読んでる人が一度見ていただけると、ちょっとあれおかしいなって思う方おられると思うんですけども、その内容から今回原作の内容もしくはカット描写がかなり変更されるのではないかと一部で囁かれています。今回はそんな MF ゴーストのアニメについての内容について触れていこうと思います。ぜひ皆さんのご意見だったりとか、ここ気になるなってところがあれば、ぜひコメントで教えてください。いつもたくさんのコメントありがとうございます。動画制作の参考及び励みになっております。では早速本題に入っていこうと思います。今回なんですけれども、公式サイトありますよね。 MF ゴーストの公式ホームページがあると思います。下の概要欄に URL 貼っているんで、ぜひ見てほしいんですけれども、特に気になる点なんですが、ストーリーとかオンエアとか、その辺に対しては特に変わりはないんですけども、キャラクター欄なんですよね。でキャラクター欄見ていただければわかると思うんですけども、横並びにキャラクターがずらっと並んでおります。片桐カナダとかね、西園寺蓮とか相葉俊とか、順番にこう主要人物が紹介されているんですけれども、特にね MFG に参戦するキャラクターが多いかなと思います。その中でいくつか気になる点があるんですが、まず一つ目ですね、こちら古賀氏は回出ていますよね。こちらね、イニシャル D のちょうどサードステージ、今 YouTube で公開していると思うんですけれども、いろは坂で最初にバトルして、掟破りの地元走りでねぶち抜いて、最後に匠が抜き返して勝った、ある意味こうプロのねドライバーとしてのきっかけを作った人物の一人かなと思います。でその後もね、プロジェクト D で MRS に乗って戦うことがあるんですけれども、そんな印象があるキャラクターかなと思います。でこの古賀氏は回なんですけれども、もちろん公式ページの回数に出ていますが、MFG のゲスト解説者となっております。これだけ見ていただければ特に違和感はないんですけれども、この古賀氏は回の絵自体に違和感があります。実はこの解説者っていうのは、イニシャル D にゆかりがある人物たちが解説者として登場してくるっていう流れになっていて、それがすごいファンとしても嬉しいんですけれども、この実質この解説者っていうのは顔が出てくることがほぼほぼないんですよね。なので古賀氏は回っていうのも実質出てこないんですけれども、今回立ち絵ががっつりこの段階で出ているっていうのが若干違和感を感じるかなと思います。古賀氏会見ていただければわかると思うんですけども、若干なんか細くなったなというやつれたような顔してるんですけれども、よりねこうメガネかけるとお父さんの古賀氏は剣にそっくりになったなと思うんですが、おそらくなんですが、これを見る限り、この解説者枠で古賀氏は会の喋るシーンっていうのをしっかりアニメーションとして映していく、つまり原作よりもアニメの方がこういう描写が増えるんじゃないかなということが予想できるかなと思います。でもう一点なんですけれども、これ別の動画でも一応簡単に触れたんですけれども、この段階で出てきていないキャラがいるんですよね。それがまずケンタですね。同じく前作で活躍している高橋圭介いますよね。今回こちら TK マッハコーポレーションの代表取締役として出てくるんですけれども、ケンタってセットでもある意味出てくるんですよね。でケンタがここで出てこないっていうのも若干違和感を感じますし、フミヒロとかも出てきているんですけれども、トータルしてこのイニシャル D の過去の人物たちが登場してきているのにケンタがいないんですよね。なのでもしかすると若干こういうところでストーリーの展開というか、サブキャラクターの登場っていうのが変わってくる可能性があるんじゃないかなと思います。でもう一点なんですけれども、キャストの方に名前ちゃんと出ているのが秋山渡いるんですよね。こちらアニメの方でいうところのイニシャル D セカンドステージで出てきた、86のレヴィンのターボン乗っていたキャラクターなんですけれども、匠がねエンジンを乗せ替えて最初に戦ったキャラクターとなっているんですが、この秋山渡についても声優はね引き継ぎとなっていて、すごいいいなと思うんですが、立ち絵が全然出ていないんですよね。だからこのちょっとあべこべ感というか、意図的にやられているかわからないんですけれども、若干ここには違和感を感じるかなと思います。古賀氏は会が最初解説者で出てくるんですけれども、秋山渡っていうのがこの立ち絵っていうのが出てこないっていうのは若干違和感を感じるかなと思います。でもう一点ここについて、あるキャラクターがいることによってより違和感を感じるのが諸星瀬名なんですよね。諸星瀬名なんですけれども、すでにね公式サイトの方で結構詳しく語られているんですが、群馬県出身の21歳の青年となっていて、高橋兄弟が推進するドライバー育成計画ドリームプロジェクトの出身ドライバーとなっています。で赤木妙義明菜さんのレコードタイムを更新したことで、上毛三山のスカイウォーカーを自称し、群馬プライドを大切にしているというキャラクターとなっています。ここまで具体的なキャラクター解説がされているんですけれども、このセナは結構後ろの方で出てくるキャラクターなんですよね。ここまで出てくるキャラクター、もちろんケンタはそうですけれども、出てきているのに諸星セナの立ち絵だけしっかり解説も出ているという形となっております。ちなみになんですけれども、諸星セナが登場するのは第94話あたりとなっているんですけれども、内容としては MFG ラウンド3ですね、第3戦ですね。ザ・ペニンシュラ開催を前にして、主人公片桐カナダの新たなライバルとして登場するのがこの諸星セナとなっております。
で、ここと同時期に過去のイニシャル D のトリオいますよね。いつきと池谷とケンジが出てくるんですけれども、なのでこのセットたちが出てくるってことは、第3戦までしっかり行くという内容になっているんじゃないかなというところがわかりますよね。で、それでいて、秋山渉だったりとか、ケンタだったりとか、そういうちょっとね、サブキャラクターたちの立ち合いがないのが若干違和感を感じるかなと思います。ちなみに単行本でいうところの第9巻までとなっているので、現在17巻まで発売されています。なのでね、実際現在出ている17巻を半分までがっつりやってしまうということで、いろんな要素を考えていると、どうなるのかわからない感じになっているんですよね。普通だとキャラクター紹介っていうのは、登場人物がいてサブキャラクターたちが登場すれば公式で追加されるっていう形が、パターンだと思うんですけれども、でどれだけクールをやるのかとか何話やるのかっていうのも具体的になっていないんですけれども、9巻まで行くってことは、2クールぶっ通しでやってもそれでも結構まとまるかなという感じのね、話数となっています。以上が簡単なんですけれども、 MF ゴーストの公式ページから見た違和感ってところですね。最近のアニメっていうのはもう原作準拠するのがもう当たり前となっているし、どうしてもそれをねずれてしまうと原作ファンからもいろいろ言われたりとかいろんなことがあるんですけれども、もしかすると MF ゴーストっていうのは大きく変わってくる可能性だったりとか、大きく変わらないにしても漫画からのねかなりブラッシュアップされた状態で作品として完成してくるんじゃないかなというのが予想できますよね。はい、では今回こちら MF ゴーストについての公式ページの違和感だったりとかを紹介していきました。諸星瀬名がね出てきた時点でかなりもうそこまで行くんだって思われた方も多いと思うんですけれども、ぜひ皆さんのご意見だったりとか、どこまでやるのか、もしくは MF ゴーストのアニメの楽しみだったりとかをねコメントで教えてください。今回は以上になります。また見てやってください。さよなら。